ブリッジ終わりました。はい、終わりました。高円宮杯、はい、プレミアリーグイースト1ヶ月ぶりの再開で、はい、今終えました。マリノスと、はい、フロンターレ、フロンターレとマリノスですね。はい、神奈川ダービーでしたけど、結果 4-0 フロンターレ、まあ、快勝でした ね、 そうですね。本当終わってみれば目指すは勝利のみ、激戦必至の神奈川ダービー。土屋さんのタイトル、はい、いただきました。大きめの声で言っただけですけど、はい、いただきました。まあそうですね、どうでした、なんか全体的には。ゲームスタートは、はい、なんか緊張感ある、うん、なんか互いの時間がある、なんかお互いこうミスをも許さない、そう、まあ、いい入りはしたと思うんですよ、はい、いい強度で。でそういった中からこう徐々にこうフロンターレがいい守備から、はい、F マリノスの良さを消しながらで押し込む時間帯が続いていた、まあそういった展開の中で岡崎選手が、岡崎虎太郎、はい、9番が2桁ですよ、大悟さん。早い、 9節で10点、はい、だって去年も取ってましたんで、もうどこのチームも警戒してくる中で、はい、素晴らしいですね。すごいですよ、今得点ランク1位ですよね、イーストトップですね、はい、だからフロンターレはありじゃないですか、ほらあの U17 で土屋選手とね、柴田選手いないって、で優衣選手もメンバー外で、はい、そういった中でこうしっかり複数得点、はい、無失点勝利、大きかったですよね。大きかったですね、はい、まあでも俺前半を 1-0、 はい、1-0で、F マリノスが前半の何分ぐらいですかね、43分とか、あと2分ぐらいでもうハーフタイムっていうぐらいじゃなかったでした、はい、でした。で横山選手、浜田選手と変えたんですよね。横山選手という183登録なんですけど僕らのメーターでは、はい、86ぐらいはあるんじゃないかという、はい、伸びてますからね、高校生まだ伸びる子は、これからも伸びますから、2年生ぐらいですか、まだまだ、はい、サイズがあってね、はい、結構いい選手でしたね、うん、でその選手を最後入れて、はい、後半の頭はちょっとマリノスも盛り返しましたね。そうですよ、押し込む時間帯もありましたし、左サイド池田選手が結構サイドバックね、はい、上がってっていうシーンがありましたんで、うん、出てきて、はい、でフロンターレゴール前に迫る、はい、そういうこうチャンスも作っていた中でちょっとね、こう嫌な展開がフロンターレ続いてた中で、しっかりと高い位置で相手のミス、上西選手のボール、いや上西選手そこまでかなり活躍してたからこそなんですよ、かわいそうなとこですけど、攻撃でね、はい、すごくいいパスもこうね出してました、こう入れてましたし、でそういう選手が少しコントロールがちょっと大きくなったとこね、で岡崎選手がそこを奪ってでシュートするかなと思ったんですけど、しっかり香取選手にねボールは飛ばす、いや岡崎選手だからゴリゴリ行くときもあれば、はい、ちゃんとこう、なんていうんですか、可能性高い方をちゃんと選べる、はいはい、本当にいい選手ですね。いい選手ですよ。その前ちょっとほら、なんですか、こう、レフリーにね。マイボールだろうって言って、イエローをもらっちゃったっていう、はい、あの辺まで含めて僕は大久保嘉人さんに通ずるものをね、どうしても感じてしまうんですよ。ちょっとギラギラ感ですよね。はい、やっぱシュートにも貪欲ですし、でそういうこう姿勢で、でもやっぱりね、やっぱゴールに近い選択をしたわけじゃないですか。いいですね、あの局面は。だから1ゴール1アシスト、はい、で見事ですよね。でその後もこう人を変えて、でそういったこう人を変えた選手たちがこうしっかり、岡田選手、違うか、岡田選手ん3点目は小川城選手ですよね、はい、でまあ4点目が岡田選手ですね、はい、そうですね。だからあとあれですね、一つ抜け出して香取選手が抜け出して、はい、畑野選手が独走で退場というのがありましたけど、はい、まあ全体見てやっぱフロンターレいいですね。そうですね、本当にだからまあね、こうゲームスコア的には盤石というところもこうありましたし、やっぱ何より大悟さん、はい、1年生が林選手でしょ、はい、センターバックね、はい、土屋選手が U17 行ってますんで、はい、
そこに入った林選手が声も出てたし、うん、そのさっき言った横浜選手と体格差はあっても、はい、背負った時はガツ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 いけてましたよね、うん、でそこでしっかり俺前半から結構起点潰して潰しましたね、高にもあったじゃないですか、はい、だからやっぱりねいるんだなと思いました、たくさんいますね、いい選手は。で俺やっぱね F マリノスの横山選手もそうじゃないですか、横山選手、はい、で去年1年生でねこの対戦で点取ってるんですよね、そうですね横山選手ね、はい、でそういった選手、まあでも本当にさすがだなと思いました。でも本当最後までハードワークしましたし、いや本当手を緩めないで徹底しましたし、だから5点6点入っちゃいそうな雰囲気もありましたもんね、はいはいはい、正直最後はね、はい、まあ、そのぐらいやっぱりね数的優位とはいえね、まあ、そこでしっかりと守りに入らない、はい、やっぱ攻撃に行くっていうのをしっかり自分たちでアクションを起こしたっていう、やっぱりほら一番負けたくない相手だと思うんですよ、一番近いねこうチームですし、でやっぱり小学生時代から知ってると思いますので、そういった相手にまあ、あいつは大差で4点取ってなおかつ無失点で抑えたっていうのは大きいんじゃないですか、フロンターレ。これで前節はまあちょっと空いてますけど、前節は 9-0、はい、今節は 4-0、うん、いよいよまた来たなっていう感じですね、イーストチャンピオンが、ディフェンディングチャンピオンがねじわじわとね、はい、こう来ていると思いますし、だから、まあ、次節はね F マリノスは片野選手がね出場停止の中で、じゃあここも誰がね出てくるのか、まあ、その選手がどう活躍するのか、そこも楽しみではありますよね。ヤマリノスの方は、まあ、望月選手が代表でいないというのと、うん、今日はだからちょっとね7番が光ってなかった、いつもより白須選手ね、白須選手、うん、白須選手がやっぱギュンギュン行ってくれないと、うん、そうなんですよね。逆にほらこの試合に関して飯村選手がはい、ちょっと行く回数が多かったじゃないですか、右の、はい、はい、行ってましたよね、はい、まあ、でもやっぱり F マリノスは左が僕武器だと思うので、池田シラスですよね、はいはい、でそこに望月かな、うん、でもだからよ僕横山選手はブレイク候補だと思うんですけど、はい、違うキャラ、なんかああいったキャラクターってなんか最近いなかったですよねいないかもしれない、ちょっと内野選手とも違う、うん、感じですし、はい、でかいけどテクニックもなんか左足も使いますしね、はい、うん、そうなんですよ。で大東選手との関係性も良かったじゃないですか、一、はいはい、人がこう縦関係気味になってね、いい感じでしたね、はい、だからやっぱりなんか僕ね大吾さんも嬉しい発見というかね、いやいやありますよ、はい、ジェコに見えましたもんちょっと言い過ぎですか、いやいや言い過ぎじゃないですよ、ちょっとなんかねいいんですよ、はい、なんかグッて自分で言ったシーンはジェコだなと思って、だそのぐらいのねこうポテンシャルはすごくあると思うので、はいはい、今後の活躍は期待したいですね、まあ、こう期待したいなっていうとこと、デオさん、はいはいはい、やっぱり長橋選手はねえや監督選手もうねインタビュー最高でしたね、はい、最高でしたよ、もうあの雰囲気がねなんかいい、なんか選手とのこう距離感というか、いつも最高なんだよな、だやっぱりやるときはやるね、はい、そこのやっぱりこうメリハリっていうのはあるなっていうのはこの試合でも感じましたし、いやいいなんか関係性ですね、そうですね、はい、こう監督と選手の、小川選手ボランチもどうでした、小川選手ボランチなんかやっぱ落ち着くじゃないですか、ボールがね、ボールが落ち着きますし、でやっぱ運べますし、でやっぱり何よりやっぱ守備の強度も高いですから、でこれからやっぱりこうボランチ小賀城、小賀城ボランチ、すいません小賀選手、小賀城って勝手に言っちゃいますけど、これが楽しみです。でも僕としてはですね、はい、あのもうちょっとその後ろからピックアップ役と来るときはゴール前まで来るみたいなことも、はい、多分まだちょっとバランス考えてるっていうか、小賀選手の右サイドの時もなんでそこにいんのみたいなとこ、キルキルって入ってくるじゃないですか。そうですね。ああいうのもプラスされちゃったりなんかしたら、また新しい、ちょっとボランチ像っていうかね、うん、までいけそうですよね。怖さがね、またより出ると思うので、はい。はい、だからやっぱこう、どういう風にこう、進化していくか、
楽しみですね、10番がね。でも去年の10番もすごかったじゃないですか。大関選手ね、はい。大関選手もすごかったんで、楽しみですよね。ですね、うん。後ろもいて、サイドバックも、ちょっとポジション争い、ほんと熾烈ですね。キーパーもそうですよ、大悟さん。いや、俺、キーパー。ちょっとね、長橋監督に聞こうかなって、今日なんで菊池選手なんですかって、はいはい、思ったんですけど、あのパフォーマンス、ちょっとね、なんか、わかんないですけど、勝手に、ちょっとまあ、ローテーションとか、うん、浜崎選手が怪我、うん、明けとか、はい、なのかなと思ったんですけど、今日のパフォーマンス見たら、下手したら、もう全然、もう、シンプルちゃんと争い。シンプルイズベストじゃなくて、いや、もう浜崎選手絶対なのかなと思うじゃないですか、はいはいはい、去年から見たら。だって U19 代表ですよ。もしかしたら菊池選手もそこにちゃんと争うレベルなのかもしれないなっていうパフォーマンスですよね。そのぐらいの、なんかいい、しのぎ合ってますよね。競争はすごいです、ね。そこの競争は。はい。そこも楽しみですよね。そうですね。はい、ぜひ、ハイライトだけでも、はい、あとは長橋監督のインタビューだけでも、あと香取選手にもね、インタビューさせてもらって。はい。まあそれね、やっぱり見るためには G スポーツね、まあインタビューだけならまあ YouTube とか、あ、そうかそうかそうか、あ、そうか、にも上がります。いや、もしでも本当に入っていただけると嬉しいですけど、はい、まあでも本当にでもお互いやっぱり最後までね、はい、まあ、手抜くことなくっていうね、こうそういうやっぱゲームだったと思いますし、好ゲームでした、はい、ゲームだったんで、いや、マリノスも全然光は見えてますね、うん、こういったやっぱりね、この年代のやっぱりゲームっていうのはたくさんね、はい、やっぱりこっから見てほしいっていうのはすごく感じますね。エルシャターブ選手はブライト選手は怪我ですかね、そこだけちょっと心配だな。左利きですよね、左利き確かね、そうですね、メンバーも入ってなかったですもんね。そうですね、はい、エルシャターブってこう言えるようになってきたのにな、俺もブライトブライトってね、大熊監督が言いますけど。そうなんですよ。はい。はい。ていうか、まあ、マリノスの方も、レギュラー争いは、ね、激しいと思いますので、うん、ここからまた、クラ戦もね、近づいてきましたね。そうですよ。マリノスはクラ戦準優勝、はい、去年ね、はい。そこに向けてもリーグ戦、あと数試合やって、夏の、またね、大会って感じですね。熱い群馬の、準決勝とね、決勝は、東京西ヶ丘に、戻ってくる、久しぶりに帰ってくるので、はい、まあ、夏のクラ戦も大悟さん楽しみです、ね、楽しみましょう、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。フロンターレおめでとうございます。気をつけて運転します。